平家物語第270回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です金集いまた山へ帰ってフクロウの声を共に斎藤谷の僧帽で古仏たちと共に暮らすとしようかそれともこのまま主持ちしてこの武者部屋に居ついてしまう方がよいか 弁慶はこの間中平大納言時忠から「身にしかんせよ」と勧められ熊野の母も呼んで邸内の雑色長屋で暮らすがよいとも言われてから生涯の分別どころと彼らしい迷いに昨日今日を過ごしていた母も呼んでと考えるとき彼は無条件に時忠の勧めに従う気に動かされる。 ももとと今の英山では純然たるモン生活はないと言っても過言ではない。一丁とが起これは僧兵と化すのである。その僧兵中でも気の荒い六方者の住む斎藤谷なのだ。モン、武門、どっちの門へ身を寄せようと大した商売外ではない。かつはこの身も男の三十。彼にしてもこれくらいな時勢はあった。 一年仏の身弟子になろうとしてみたところで自分には到底あの黒谷の法然坊元空のような天秤もなし精進もできないことは知れきっている。としたらどうせ持ち慣れた大荒刀一筋この辺りで武者暴行と方針を変えるのも悪くあるまい。 そして老後の母でも引き取り死に水でも取ってやったらせめては人間のこの最低限度の務めはしたものといささか自分も慰められようそうだいつまでのんべんくらりは俺の性分でない腹を決めて今日はそのご返事をと思い立ったそこで下屋をで奥の壺へのっそり入っていこうとするときその弁慶の姿へ武蔵坊殿 どこへと枯れ萩の小道から声をかけ網代垣の木戸に近づいてくるものがあった「ああ高房殿か召し継ぎのお控えまでまかろうと存じこれまで参ったところでござる代理教へただいまお目通りを得られようか」。 これはまた妙な出会いもあるものから、実は今、武蔵坊を目瀬とのにわかな仰せでで、そのため下屋へ御坊を迎えに来たわけよ。<laughs> それがしもお目にかかってお答えせばよと急に思い立ってのこと。よいよりよいより。高房は先に立った。そのまま弁慶を後ろに連れ、木膝橋から鯉の前へ登った。池へ突き出している釣り殿である。高房は家へ向かって、 お召しのものを召し詰めました。他にご用はと尋ねた。そしてうちなる時忠の声に一礼し、弁慶を置いて立ち去ってしまった。時忠は円座を牢の角に据え、乱にもたれて池の水草を見ていた。のしりと牢の痛みがきしむ。静かに踏んで歩いても弁慶の体である。彼の重さと肩幅で細い通いがいっぱいになった。おお 弁慶か。窮屈そうな。もうそっと寄れ、こっちへ。時忠は乱へ肘をかけたまま向き直った。すぐ時忠の方からまた行った。どうだいつぞやの話、思案は決まったかようやく腹な据えまいてござりまする。どう据えたお言葉に従うて随身なつかまつらんと。ああ、それは頂上。 めでたいとも言いたげなほど満足そうな様子を示し時忠は次の言葉を急に低くめたがのう弁慶は奉仕仲間とこと違い武者暴行は男比べぞ何がな誉れを持つ者を男というそちが我が家に奉公するについては先頃のお命は拭うておかぬとまずいのう 不快を潜めてはおけない弁慶である。おめえと聞くと心外な眉を寄せた。色にもそれが出てしまう。自分が高野川で捕らえたものが偽義経であったことは弁慶の潔癖の中にも何かこだわりになっていた。それを時忠が言ったと取ったものらしい。悪く取るなよ弁慶。と時忠はなだめた。 わしの眼鏡で取り立てるからには、つまらぬ走りしもべや増式に加えるつもりはない。時ただの先駆けもさせ、車にも沿わせ、一角の侍として措置を用いたい。だがそれにはこの際、一つの誉れを持て、いさを立てろ。何か、この弁慶へ追いつけでもございましょうや。措置も垣いまみによそながら見たであろう。 偽義経ならぬまことの源九郎義経を見申してござりまする。明日の夜時忠は目を塞いだ独り言のように言って目視する姿へふと治水の揺れが光のさざがみとなってその肩へも頬へもよれている明日の夜つり込まれるように弁慶もつぶやきをまね時忠の次の言葉に固唾をのんだ。 一同自首して出た源九郎義経なれど司祭やってみようやこの車王子の手から解いて話すそれをソチは密かに道に待ち伏せ元九郎の首を取れどうだ打てるかソチ一人でこれは前の言葉よりなお侵害であったソチに打てるかとは侮辱であると弁慶は感じた 糸の安いことでございまする。六方物の中でも名だたる斎藤の弁慶に山ではこんな馬鹿げた念を押すものはない。時忠京は俺を高く買っているとは言うが、なお俺の武勇がどの程度かは本当に知ってはいないのだ。奉公の手始めに見せておく必要もあろう。弁慶は別に清いもせぬがそう思った。翌番。 弁慶はかねて自分に与えられていた下屋の一室でひそかに身支度を整え大苗形の花なを調べて「義けと仰せられた「まだあの気配では間があろう」と奥の宴を伺いながら出かける時刻を計っていた。邸の奥には人もし頃から同族の誰かれが客として次々に通っていた。 宴は珍しくない館でも、今宵の招きは華やかな方だった。弁慶のいる下屋からは見えもしないが、君たち側の白拍子たちも呼ばれて見えたとか言い騒ぎ、花のようなその一群れが腰や義車からこぼれ降りて奥へ通って行くのを、釜屋の下部たちが争って覗き見していたのを、さっき弁慶も気づいていた。いいなことではあれよ。弁慶にはどうも下せない。 一人の労郎義経を釈放するのに何でこんな別縁を設けるのか苦労を油断させるためであろうかそれとも苦労を生かして返すことに強い反対を持つという同族の金立腹をなだめる政治的な手段だろうかいや読めた三門の同州がまた暴れてはという恐れに違いないわざと町の調べ押しを招いたのもそのためよ 幻苦労の身は格のごとく情けをかけて時き許したりと世情へ知らせるそして館の外で俺に切らせるなるほど考えたりな時けを。やっと弁慶にも察しがついたと同時に武者暴行もつらいわいと思った恨みも憎しみもない相手だけに気がゆさまないのだった しかし、偽義経は生け取ったが、まことの義経にはひるんだと笑われては、武者交わりの資格もない、大なぎなたの手前もある、六方者の弁慶と言われた一部が立たないと考える。どれ、出かけようか。時刻は早いとわかっているが、酔いの一遂というほどな間もない。彼は大荒めの腹巻きを下に包囲をまとい、大立ち、加藤といういつものいで立ちであった。 芳田を突っかけてのっそりと裏門を出て行く。昨日時忠から言い含められた手はずによれば、時刻は深夜、根の国から下国の間、東王子松原の辻で待ち伏せておれとある。おお、すごい月だな。十月の半ば、もう秋ではない。大薙な刀なの穂先から夜空を見上げ、弁慶は身を注げ立てた。 風の中でその影が急にハリネズミのように膨らんだと思うと大きな草めを一つ放った「弁慶もう行くのか弁慶長い追事の下を行き外れた道の角に車松とこの辺りで呼ぶ大きな目音松があった俺か他に人はおるまいおおおんは車松の下にいた人影はどこか見たような金立ちだった」 初めて時忠の邸を訪ねた晩、薩摩神忠則や少々これ森などと一つ主席にいた四位の助森かと弁慶はまじまじ見つめた。助森はそばへ寄ってきた。その姿から酒の香がプンとにおう。縁を抜けて館の奥から駐座してきたに違いない。時忠殿から苦労を道にて討ち果たせと、お主確かに言いつかったか。 スケモリのまぶたは酔いもあり、常に目たへ持つ癖でもあろうが、きつ問的な光と疑いをいやらしく込めたものだった。弁慶も露骨にムッとして見せた。申しつかったに違いない。だがお正しあってどうめさるおつもり。お主の手に負えなくば我らの手で果たす。余計なお心配りよ。いらざるお手出しはやめてほしい。 と申すからには、お主きっと仕果たすな。子孫じはいたすまいな。くどいご年。ひゃははは。とくどかったが、まあ、許せ。 実は時忠殿,殿から我らへ対し今宵九郎義経を話すと見せて実は武蔵坊なる者に各々の策を授けてあればと苦中を打ち明けての御団合に一同合点はしたなれどさて武蔵坊弁慶とてどれほどなうあるものかまた時忠殿の言葉に偽りなきや否やも心もとなく思われたゆえ 縁を外していかさま金立方らしいご懸念から大言には似たれど六方物のうちでもいささか聞こえのある弁慶とはご存じもなかろうほどにいや安心したこのよし他の人々へも急いで耳打ちなしておこうぞ。 助森は物陰に償んでいた従者を連れ彼方の一門のうちへ大股に戻っていった次回は「静」かです。よろしければ いいねの評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は画面右下のザのマークからどうぞ。